D&RGWK-27 型は、1903年に、ボールドウィン機関車製造会社によって、デンバーリオグランデ鉄道向けに製造された、機関3フィートの狂気用蒸気機関車である。車輪配置はミカド型2から8から2。マット編の相性があり、リオグランデ鉄道の軽型狂気用機関車の4、形式の中で最小だった。 デンバー・リオグランデ鉄道の125型として15、両が製造され、1924年にデンバーリオングランデウェスタン鉄道になった時に、K-27 型に改称された。K-27 は、両側に、それぞれ2機とを備えるボークレイン複式機関車として製造され、小型のシリンダーで一度膨張した蒸気は次に、体型のシリンダーで膨張する。 増えた2気筒分の整備費用は燃料の節約された費用を上回ったので1907年から1909年にかけて単式に改造された。リオグランデ鉄道で最後の複式機関車だった。道輪の外側に主大枠があり、釣り合いおもりと主連棒は大枠の外側にある。大枠の外側に釣り合いおもりを備えた外大枠式だった。 D&RG の標準機と強機の併用区間は3000機上で、強機用の機関車は標準機用よりも軽量だったので内側の強機でのみ、使用される軌道は細い低規格のものだったので、外側に釣り合い重りがある機関車が走行するときに、標準機の軌道との隙間はわずか16ミリメートルと小さかった。整備士たちは道輪の踏みずらの作成作業時には削りすぎないように、 新調査が求められた。本形式は、客家療養機関車として、コロラド州のロッキー山脈を横断した。また、稼働機関の大半を、リオグランデ鉄道の子会社のリオグランデサザンに在籍していた。463号機と464号機の2両が保存されている。463号機は1955年5月に、 西部劇俳優で歌手のジーン・オートリーに売却された。オートリーはマット兵を使用せず、コロラド州、アントニオ市に寄贈した。修復され1994年にクンブレストルテックシーニック鉄道で運行を開始した。2002年にシュレンボーが折損したので運用を外れた。2009年にニューメキシコ州カーマの工場に移され、修復された。 463号は1975年にアメリカ合衆国国家歴史登録財エンジンナン、no. バー463として登録された。464号機はコロラド州デュランゴで1960年代に保管され、1973年にノット・エスベリー農場へ売却された。状態と釣り合い重りの隙間の問題を抱えていたことで、そこではほとんど使用されなかった。 ミシガン州フリントのハックルベリー鉄道が1981年に購入して8年かけて修復して運用中である。K-27 は36年間の現役で運用され、多様な改造が施された。3期間に分けられる。外観上の大きな細部の違いは、空気タンクの位置や、淡水車上の制動主要の小屋の有無である。 最も重要なこれらの細部の相違について示す。ありがとうございます。